見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。衆議院議員選挙の投票が締め切られる午後8時前になると、テレビ各局の選挙特番の熱い戦いが始まる。民放は報道番組の看板キャスターたちを総動員して臨むが、その見どころは、アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。今回の選挙特番には、日本テレビで有働由美子さん、テレビ朝日で大越健介さん、テレビ東京で池上彰さんと元 NHK のアナウンサーが横並びとなりました。選挙特番は、やはり NHK が強いイメージがあるので、経験やイメージを兼ねて、フリーキャスターになっても起用される。その中でも、やはり、本命というか注目度が高いのは池上彰さんなのでしょう、とは芸能評論家の三國武さん。衆院選特番のラインナップは以下の通り、日本テレビ系、ゼロ選挙ゼロ一、有働由美子、櫻井翔、夜7時58分、テレビ朝日系、選挙ステーションゼロ一、大越健介、大下陽子、夜7時58分、TBS 系、選挙の日一、太田光と問う。私たちの未来、太田光、井上貴博 TBS アナウンサー、小川彩香、夜7時57分、テレビ東京系、TXN 衆院選 SP 池上彰の総選挙、池上彰、大江真理子、夜7時50分、フジテレビ系、ライブ選挙サンデー、宮根誠司、加藤彩子、夜7時58分から三國さんが、本命、というように、選挙特番で話題になるのは池上彰氏で、選挙特番の生放送ゲストは、俳優の梅沢富美男、宮崎美子、ABCZ の河合郁人、AKB48 の横山由依、女優の伊原六花と多彩な顔ぶれ。番組恒例のバスツアーでは公示日の10月19日に池上氏が東京都医師会に訪問した様子が放送される。池上無双と称される池上氏の厳しい質問は人気の一つ。三國さんはこう分析する。テレ東イコール選挙特番って、正直、昔はイメージなかったですが、池上彰さん起用して大成功していますよね。今回の衆院選挙特番でもその流れは続くのかなとは思います。政治や政治番組に経験があるスタッフも多くはいないので、池上彰さんに一任しているところもあるのではないでしょうか。池上彰さんがやりやすい立ち位置で番組を回すことができて、その相乗効果もあり、盛り上がって、忖度なく政治家の皆さんに切り込んでいけるのではないかと思います。